家族の集合うちがやっていて、アンナちゃんもいて、バーバもいて、何さっきすごいね。このままタッパじゃない方がいいのかな。いや、いいよ。金目はもうみんな食べ始めて食べ始めてます。今日が一番うまいから。わあ、金目の刺身とカマもこれも食べちゃってます。みんなで美味しいご飯を食べながら結婚式の話でもしよう結婚式のハプニングはなかったか。純翼知らなかったのかな。あれだよ、あれ純翼、純翼だって誰？純翼じゃん。名前が違うでしょ。じゃあ何？これ純翼だよ。紅白出てない？よく見えねえ。あれこれパパと絡むとこじゃなかった？本当これ前もって言ってもらえたかった。なんで？そうすればさ。前もってしてたらどうやって答えると。じゃあそうすればほら、こんな携帯こんな貼ってますよなんて。やらないでさ。それはやる流れだったよね。あ、そうなの？やってよかったんじゃないの？あ、そう、うん、逆にどうするのが一番良かったと思うの？なんかみんなにお礼を 言わなきゃってさ。どういうこと？じゃじゃじゃまあ、いらなかったんすよ。いらなかったんすよ。え、ジュンツバさんの時どういうお礼をしようと思ったの？ちょっとやってください。やってみて、私に。でジュンツバさん、いや、今日は皆様、うん、お待たせいただきありがとうございます。いや、もうどちらけんだろ。やばー、よかった。あ、それともやばい。よかった。それかさ、はい、山本さんと二人で出てきてくれたら嬉しかったな。うわー、危なかったね。このまま一番良かった。まとも良かった、良かった。余計なことね。もう本当になんか挨拶をしなきゃまずいっていう頭があったわね。危なかった。危なかったってその場で言えば何も飲むなんて。何も飲むばさでお笑いで出てきてくれて皆さん皆さん今日はありがとうございます。じゃあ純つばさんの立場もないしね。そう、じゃあいらねえのか。それはこれが純つば、これ純つばさだよ。どう、見たことある？いやー、全然。紅白で。いや知らないよ。これ純翼だよ、有名な。有名じゃん、この人。どう、バーバー。あれじゃん。誰誰。名前が出てこない。誰、名機のあれじゃん。山本。いや、そうだよ。これが純翼だ。そう言われたら覚えるけど、今までも見たことない。ジュージも知ら。知らなかった。これ山本さんだと思わなかったの？出てきた時。思わなかったな。ここにあるよ。ノーマルだった。それノーマル。え？ここにこう来た時にこれが山本さんって思わなかったの？あ、近くへ来れば分かったよ。これは純翼だよ。純翼だっつったって分かんなかった。みんなこれは純翼だよ、K じゃなくて。そうなんだよ。なんでそうなんだよ。K だった。K でないよ、これは純翼なの。山本 K でしょ。山本 K じゃない。これは純翼。それは芸能名。芸名。じゃあ純翼っていう演歌歌手なの。いるんだよ。本当にいたの？知らないわ。どうねえよ、小腹かっちまえね。ねえ。最後のさ、橋もさ、パパの声めっちゃでかい。だけどパパもう酔っ払ってて覚えてない。え？ね。俺ところどころ記憶ない。じゃあだからもう緊張で、ね、飲んでたの。飲んだよ、全部。何でも飲んだ。だけどその時は別に普通だったの、酔わない感じで。だけど緊張かあれで酔っ払ってたの。橋覚えてないんだ。橋覚えてないんだ。みーさん、いや、なんとなく3番は覚えてるの。なんかここです、ここ、今ここです。3番だけ覚えてるの。みーはあの橋で、あつしさんが新郎のお父様から歌のプレゼントですって言って、うん、本当は新郎のお父さんと山本圭ちゃんと新婦のお父さん3人で走ってって言うと思ったんだけど、多分なんか何かミスか台本のミスかで新郎のお父さんねって言われちゃったから、あ、これみんなはもう雅代さんだけが歌うっていう空気だと思ったから、で、K も最初歌わなかったじゃん。歌わなかった。だからなんかパパが歌いたがりみたいに見えちゃうと思って、みーずっとパパの方で歌うなって言ってた。どうなの？歌うなって言ってたけど、でもパパこうのあ、もうなん
めてよ。泣いてるじゃん、泣いてるじゃん。泣いてるどういうことか、もうこっちは歌うと思ってるから、そうそう、全然パパ歌ってもいいと思う。だからミーは、うん、K がこれで3人で歌い出したら成り立つけど、 K がマイクをこう歌わない、マスオさんに歌わせるとしたから、最初はやっぱマスオさんが歌って後からフォローする感じだ K はと思ったの。だからそれなのにパパがもうマスオさんを超える声で歌ったからミーはもうなるべくもう一回マスオさんに歌わさせてっていう気持ちだったんだけど、でもところどころやってたよね。そう、そうだからその気持ちはあったわけ。あ、そうね、お父さんに歌わせなきゃみたいな。あ、なるほどね。思ってたわけでしょ。そう、だからなんかところどころだったよね。そう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 。やっぱ練習したけど周りには割と間違そう。何て言うの。スタッフさん。間違った。そう、だから全然歌えてなかったよ。そうそう、歌えてなくてもみんなが歌えてなかったじゃん。そう。だからあ、じゃあせめてパパがメロディーをリードしてくれって思った。山本さんもひどかったのな。だから K は一回も練習してないから。そうだわ。知らないの。だからもう音程が全然違う歌とかになっちゃったから、あ、そっちに合わせなきゃまずいのかなみたいな。この歌なんか知らねえもん。じいじ知らない。知らない。よく歌うけどね、来たら1回か2回かあんま聞いたことねえ。竹とかそんなやつは聞いたことあるけど。あれ、あ、なんかあったあったあった、あったやつ。橋を歌うとこ見てごらん、みんなさ、パパに。いいね、そう、じゃあ見てる。顔してるから。しかもさ、パパさ、Kがさ、マサイさんにあげる花束あってじゃあ、あれをさ、売るって言ってる。だからみん、違うよって言ってんの。K から花束もらおうとしてる。覚えてないよ、パパ。覚えてない。俺ここの場面覚えてない。え、どこまで覚えてんの。ところどころ途中は覚えてんの。でもだけどこう見るとあーってなるよ。あー、これでミーがパパに、パパこれ空気読んで俺が歌わないでと思ってたの、この時。これやりやがった。見ててみ、歌わなって言ってんのに。ダメだな、めっちゃ。パパ、歌わないでってここはって思ったら、言ってるじゃん、あんた。でも、ミーの顔見て、もう。パパ、あ、もう、ほら、もう歌わないでだってもうさ、これ。お母ちゃん、何やってるじゃん。やっちゃったみたいな。そこまで見ちゃいないよ。だけどこれお父さんが歌ってんのいいってコメントにあったよ。あ、パパが歌ってるの、うんうん、またそれがいいって。あ、そう、じゃあよかった、うん、でも覚えてないのか、これは。いや、覚えてるよ。汗見てみな、この人。俺は泣いてねえよとかって言ってさ、ずっとさ、お見送りの時もさ、もっと泣きたかったなってずっと言ってなかった。言ってたっけ。待って、ママ記憶なくなっちゃった。なんかもうあの辺パニックしてて汗もすごいかいてるし、これをやらなきゃならないっていう頭があったんだよ、ずっと俺。そうなの、箸を。そう、しかも大勢の人の中でさ、とにかく酔っ払ってもうあの楽しもうと思ったんです。いや、もう途中からは楽しかったもん。あ、そう、楽しんでるピピッで、ラップの時ケイちゃんも来てもらいたいの、うちに。あ、それでピーピーとかさ、やったりさ、口とか。それはママに止められたんだ。見てってたさ、かゆみとかジョーも呆れてたわけ。それでもなんかすごい楽しんでたもんね。ね、でもいいじゃん、楽しいんだよ、うん、そう、だから楽しい、あれじゃなくて楽しい結婚式だよ。あ、それが一番良かったね。最後のお見送り全員の写真が入ってたよ。正直言っちゃうと前の方にみんな集まったじゃん、お笑いの人。それでみんなで写真撮ってたら、そこに俺は行っちゃおうかなとか思ってた。そうだよ、だからもう家族の行けねえのとかさ、だからいけないよ、家族そんな出しゃばったら変じゃん。だから全部止められたの。あ、でもよかった。だってあそこで親は行かない、行け行けなんてなれば、もう行っちゃった、前に行ってたよ。あー、危ない。仲直り。泣いてる泣いてる。
お前が一番泣いてんじゃん。手紙が一番泣けたよ。俺じゃないのよ。ママとアンナちゃんだから。アンナちゃんいつ泣いてた？私はずっと泣いてた。え、待って待って待って泣いてるんですけど。いい手紙だよね。やっぱりジージが違う。ジージの優しさティッシュです。